皆様おはようございます。戸塚区泉区日本維新の会草加邦枝です。この度は3万3863票という大きな大きなお力をいただきまして本当にありがとうございました。残念ながら落選をいたしましたが、一方南関東ブロック神奈川そして千葉の維新の候補者の中では3位までつけ、あと400票あれば比例復活当選したかもしれない、そんなところまで行くことができました。皆様の本当に大きなお力です。初めての戦いながらここまで来れたことを改めて感謝を申し上げます。この選挙戦では本当に皆さんの政治変えたいとか、これまで選択肢なかったから出てくれて嬉しい、そんなたくさん嬉しいお言葉を触れ、皆さんの気持ちに触れられたこの期間に改めて感謝をいたします。皆様の大きなお力とこの気持ちを胸に、今回訴えてきた若者への本当に徹底投資、そういったことにご理解いただけたというふうに思っております。皆さんのお気持ちとそしてお言葉を胸に今後も邁進をしてまいります。どうぞ皆様もお健康でお過ごしをください。そしてもし駅で見かけましたら、またお声掛けをいただければ大変嬉しく思います。どうぞ今後もお願いいたします。今回のお力に関して皆様に改めて感謝を申し上げます。